金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職、永田浩紀でございます。すいません、また今日このアパパに戻ってしまいました。あまりの暑さにですね、フェイスブックのお友達の久保地様からですね、ツッコミ受けます。もう今のうちからもう謝罪しておきます。すいません、もう8月いっぱいはこの格好で参ります。よろしくお願いします。もうネクタイ熱い熱いでですね、はい、ちなみにですね、今職人さん、長崎の寿勢年中一心堂職人さんからですね、これ見てください、黒炭の2連のお念珠ですね。これ Facebook の友達からのご注文なんですよ。もう本当に高価な お念珠ご注文ありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。でですね、黒炭の2連の念珠ですね、これ浄土真宗用の2連の念珠。普通はですね、ここお念珠ってこういう感じですよね、1連ですね。で、これは、これ大体こっちが正式なんですけどね、こっちが正式なんですけど、こっち略式なんですけどね。で、こちら108つ、もう私のように煩悩だらけの人間にはですね、108つあるそうなんですよ。もうちょっとあるかもしれないですけどですね、はい。ですからもう108つの黒炭の下念珠ですね。それとこの房はですね、これ映ってるかな、これ証券絹ですね、絹にこう銀紙を入れてありますけどですね、これ本当はもっと出してお見せしたいんですけど、もう高価な品ですからですね、ちょっとこのまますいません、失礼しました。で、お安い年次はですね、やっぱここがナイロンっていうかですね、合成の糸なんですよね。でこちらが、まあ、こういうところも違います。あとですね、やっぱいい年次は糸とかもですね、切れにくい糸を使ってありますね。やっぱ、そこら辺のところがコストって形になります。ですから、やはりですね、いいものはそれなりにいいものを使っていると、そういう形になります。それはともかくとしてですね、Facebook のお友達の、ありがたいご注文でございました。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願い申し上げます。ここまでこの画像を見ていただいてありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。この、画像がですね、何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。